ピアノ50奏曲一長長は、シューベルトが1819年に作曲した作品である。ドイチュによるシューベルトの作品のドイチ目録では D667 にあたる。初演の時期は不明。楽譜は死の翌年の1829年に出版された。この曲はシューベルトが22歳、まだ若々しく希望と幸福に溢れていた時期の名作として知られる。 なおこれ以降には、シューベルトは、ピアノ50奏曲を作曲していない。第4楽章が歌曲、マス D550 の旋律による変奏曲であるために、マスという副題がついた。先に作った歌曲が変奏曲であることとは別にこの作品の変奏曲も、また、水の中に現れては消える、マスのモチーフを与えている。シューベルトはこれを、ピアノ伴奏の中で使用した。 通常のピアノ50奏の編成とは異なりシューベルトの作品ではピアノ、バイオリン、ビオラ、チェロ及びコントラバスという編成が取られている。同じ編成によるピアノ50奏曲はフンメルも2曲作曲しており、マスは実際にはフンメルの作品を演奏する楽団のために書かれた。作曲時期から考えるとシューベルトが参考にしたのはフンメルの 50奏曲変補単調作品87ではなく、70奏曲に単調作品74のピアノ50奏版だと考えられている。作曲を依頼したのは裕福な鉱山技師で、木管楽器とチェロの愛好家であったジルベスター、パウムガルトナーである。シューベルトが依頼を受けたのは1819年7月、29歳年上の友人で歌手のヨハン・ミヒアイル・フォーグルと共に、 北オーストリアのシュタヤー地方を旅行で訪れた際のことであった。フォーグルは後に歌曲集、冬の旅を所演した名歌手として知られる。なおコントラバスを加えた編成にすることと歌曲、マスの旋律に基づく変装曲を加えることは、このパウムガルトナーからの依頼であったという。実筆譜は不幸にも紛失しており、上記の作曲の過程については、 友人のアルベルト・シュタートラーの回想録と筆者譜などによる推測が主である。また、この作品も生前には出版することができなかった。作品は五つの学章から構成される。委長長。この時代の多学章作品における通例通り、そなた形式をとっている。第一主題第五十小説までが第一主題の提示とその焦点階である。第十四小説までが 経過部。サブドミナントのテーマ繰り返しをわずかに変えて、第二主題への推移を不要にした。第二主題、第二主題はまずピアノで現れ、バイオリンで反復される。長くは続かず、第100小節あたりから小結尾となる。小結尾の材料は、新しい旋律だが、第一主題と第二主題の断片を含むので、心理的に隣接する。二部形式。 複雑な転調が特徴。異調調。トリオは二調調。二調調。マスによる変装曲。弦楽器のみにより、主題が提示された後、6つの変装が続く。第四変装は二単調。第五変装は変路調調になる。第六変装はコーダを兼ねている。主題歌の作品の旋律を用いた変装曲で構成される楽章は、 弦楽四重奏曲第13番、ロザムンで第14番、死と乙女、サスライビト幻想曲などシューベルトの作品のいくつかで見られる。イ調調ソナタそなた形式。途中で第4楽章が変形されて改装される。全曲を通して、ピアノパートは高音域での両手ユニゾンが多く、弾きにくい。このため、シューベルトがピアノの処方を高度に精通していなかった例として、 魔王などと共に引き合いに出されることがある。ただし、当時のピアノは、ウィーン式のシングルアクションであり、鍵盤は軽く浅く、オクターブのグリッサンドも、より良いである。また音量は小さいが、相対的な強弱の幅は、12分にあった。シューベルトは、同時期に作曲された可能性がある、ピアノソナタ D664 においてもオクターブの、音形を効果的に用いているほか、 クレメンティア・チェルニーにもこの程度の難しさを要求する作品を同時代に作曲しており、シューベルトの作品だけが奇抜な難易度を誇っているわけではない。A.B. ジャシット、マーチン、シューベルト、エスチェンバーミュージック、ビフォ f o r e a n ー a ー t e ーーン、イン・クリスタファー、h ギブズ、ザ、ケンブリッジ・コンパニオンズ・シューベルト、ケンブリッジ・コンパニオンズ・2ミュージック。 ユナイテッドキングダム、ケンブリッジユニバーシティプレス、ピアニッシモ、174から192、ISBN9 長7805億2148 4244、ギブズ、クリスタファー・ H、ジャーマンデセプション、シューベルト S、ジャーニー2インモータリティ、インクリスタファー、H ギブズ、ザ、ケンブリッジコンパニオン2シューベルト、ケンブリッジコンパニオン2ミュージック、 ユナイテッド・キングダムケンブリッジ・ユニバーシティ・プレスピアニッシモ241から253 ISBN 9七7805億2148万4244ツイ、ビルト・オーソピアノ・トランスクリプションシューベルトリスト2011年3月26日閲覧ありがとうございます